打ちました、流しました、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー二塁です。さあイーグルス先制のチャンスを迎えています。まずは先に点を取ってピッチャーを楽にしてあげたいですね。なるほど、そうですね。さあバントしました、取りました、一塁送球アウト、ワンアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー三塁です。さあそしてバッターボックスには村林が入っています。さあワンアウトになりましたがチャンスが続きます。いい感じでつないでるのでこのまま先制点を奪って主導権を握りたいですね。なるほど、そうですね。外外ときました、ボールになります。これは低めストライク、さあ4球目は何か、打ちました、レフト下がる、抜ければ先制ですがワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。イーグルス1点を先制しました。左中間へのタイムリーヒット、1対0、イーグルスなおもチャンスです。さあ先制したシーンですがもう一度ご覧いただきましょう。ピッチャーに対してもいいプレゼントになりましたね。ここで先制点が入りました。バッターボックスには3番辰巳、イーグルスこの回1点を入れています。さあ先制に成功、なおもその点差を広げていこうかというところです。いい感じでつながってますんで切らさずどんどん行ってほしいですね。はい、さあここも続くことができるでしょうか。さあ2球目は何か、もう1回インローに持ってきました。変化球が頭にあったのかもしれないですね。なるほど、そうですか。次が3球目、外、次が4球目、高め打ちました、取ってツーアウトです。つなげたい場面でしたからね、まあでもチャンスは続いていますからここで点を取っておくことが大事ですね。うん、そうですよね。さあこのチャンスでバッターボックスには4番の鈴木が入っています。打ちました、痛烈、入れました、ファールボール、ボールになります。このカウントは甘い球以外も含めた、打った、矢野掴んで3アウトです。しかしこの回イーグルス鮮やかな攻撃で先に点を取りました。3回終わって1対0、イーグルス先制です。回は4回の表、追いかけるカープの攻撃、4番バッター末永、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがセンターフライに倒れています。打ちました、小深田、アウト、ワンアウトです。バッターは今日 DH に入っている松山、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席あわやというような大きい当たりでしたよね、ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。インサイド落ちました、これはどうか、ショート取った、アウト、ツーアウト。6番バッター坂倉、先ほどの打席はサードライナーに倒れています。前の打席はしっかり捉えた鋭い打球でしたよね、ここは慎重に行った方がいいですね。そうですか。
2アウトランナーありません。この回の松井、早くも2アウト、まだ3球しか投げていません。すごくいい内容で投げていると思いますよ。はい、そうですよね。打ちました。これはどうだ、ピッチャーが取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0、1点リードはイーグルスです。楽天イーグルス4回裏の攻撃になります。バッターは今日 DH に入っているブランコ。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。イーグルス1点リードで迎える4回の攻撃です。赤星さん、まずはリードを広げていきたいですね。そうですね、まだ1点差ですから、この辺りで追加点が欲しいですよね。そうですよね、相手にプレッシャーをかけておきたいですね。さあ勝負してくるのか。低めの変化球です。打ちました。これはどうか、矢野アウト、ワンアウト。バッターボックスは6番浅村。ここはさっき打たれたチェンジアップの使い方には注意したいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。インサイド、落ちました。ヒットになった。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。今のバッティングご覧いただきましょう。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。バッターボックスは7番渡辺。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド、変化球決まっています。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。いいコースに決まりましたね。アウトコースのストレート、力があります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。追っつけて打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。イーグルスチャンスになります。ワンアウトランナー二塁一塁。ここは綺麗に流していきました。逆らわずにね、ナイスバッティングだったと思いますね。さあイーグルス追加点のチャンスを迎えています。点差は何点あってもいいわけですから、取れる時にどんどん取っておきたいですね。そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには太田が入っています。内へズバッと投げ込んできました。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。インサイド打った、セカンドの左、取った、そのまま二塁に入ってアウト。ダブルプレイ、チェンジです。ご覧いただきましょう。最後はダブルプレイに終わってしまいました。まあ切り替えていくしかないですよね。ランナー出ましたが、イーグルス得点には至りませんでした。4回終了1対0、1点リードはイーグルスです。5回の表、小宮山さん、回は5回です。
この5回というのはピッチャーとしてやはり一区切りになりますよね。そうですね、余計なこと考えがちになるイニングですからね、気をつけた方がいいですよね。そうですよね、白星というところもちらついてきます。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど、そうですか。インサイド落ちました、センターへ抜ける、ヒットになった。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。うまく持っていきました、非常に速い打球でした。完璧に捉えられてましたよね。バッターボックスは8番堂林。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、サードゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーはイーグルスが松井、そしてカープがアドゥア、この2人の投げ合いとなっています。走ってきませんね。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。走ってきた、ヒットエンド、三遊間抜ける、イーグルスピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁、ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。さあそして打席には二村入ります。さあ得点圏には同点のランナー、ここはしっかりリードが守れるように自分のピッチングをしてほしいですね。なるほど、そうですよね。次が2球目、落としてきましたがこれは外れます。送ってきた、あーっと上げてしまった、取ってアウト、決めることはできませんでした。ワンアウトランナー二塁一塁。小宮山さん、長打を防ぐにはどういった配球をすべきでしょうか。低めにボールを集めるというのがやっぱり一番有効になると思いますね。なるほど、そういった配球を要求してくるでしょうか。2球目は何で来るか。ジャストミート、抜けた、セカンドランナー帰れば同点、バックホームする、ライト前ヒット、これで3打数3安打の猛打賞。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。ここは確実に目を積んでいきたいですね。さあこの場面で打席には2番の矢野入っています。やはり安易にストライクから入れませんよね、ランナーがいますからね。なるほど、そうですね。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。さてこの矢野、バッターとしては低め打った、センター前へ抜けていく、ホームへ、サードランナーホームイン、カープ追いつきました。1対1、イーグルスなおも満塁のピンチ。ここは抑えておきたかったんですがタイムリーを打たれてしまいました。バッテリーもね、中途半端な形になりましたよね。ここで追いつかれました、同点です。追いつかれてますからここは集中ですね。勝負強いバッターを迎えてますから丁寧に行った方がいいでしょうね。そうですね、さあ気をつけ、ライトへ持っていった、頭上を越えた、サードランナーがホームに帰ってきました。カープ勝ち越し、3対1、イーグルスなおも三塁二塁のピンチ。ここは抑えておきたかったんですがタイムリーを打たれてしまいました。踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。このゲーム中盤、ここでリードを奪われます。
バッターボックスは4番末永。イーグルスこの回3点を失っています。さあ逆転を許し、なおも得点圏にランナーを背負った場面。まあ、向こうの打線が非常によくつながってますから、ここは落ち着いて抑えにいってほしいですね。ここは三振が取れれば理想的ですね。そうですね。切りました、ファウルボール。まあ、変化球を狙っていたかもしれませんね、ストレートに。ここは決まりました、見逃し三振です。ここはなんとか踏ん張りました、ツーアウト。ランナー三塁二塁はそのままです。まあ、今の打席はキャッチャーの配球が良かったですね。まあ、ただ次は怖いバッターなんでね、ここは気合を入れ直すくらいの気持ちでいかないといけませんね。初球打っていった、高いバウンドになった、一塁アウト、これでスリーアウト。しかしこの回カープ貴重な得点でリードしました、3対1。カープ逆転に成功しました。バッターとしてはそろそろ打ち崩していきたいところですよね。そうですね、まあそろそろ攻略してほしいと言います。打ちました、小園、アウト、ワンアウトです。打順は1番に帰ります、バッター小郷。アドゥはまずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、これが2球目、ストライクです。外に決まりました、ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか、緩いボールを持ってきました、引っ張った、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます、バッターランナーは二塁まで進みました。今日の初ヒットがここで出ました、ワンアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには浦林が入っています。さあ得点圏にランナーを置いています。まだ中